2019年もそろそろおしまい。この冬は安のおっさん県内各地でゴミを拾います。冬限定企画、安のおっさん年末ゴミ拾いあんぎゃ。前回東近江市五ヶ荘竜田町からスタート。J グリーン近江の皆さんが応援に出てきてくれました。今日ちょっとこの辺りあのゴミ掃除でゴミ拾いして歩いてんのよ。 JA のおっさんやん。JA やわこれ。にゃー、サイズが可愛らしい。どうして？よかったよかった。見て出てきてくれた。嬉しいわ。 JA グリーン近江さん、ありがとうありがとう。大きいね。大事に抱いてくれてるわ。ジェイ、エイ、チャ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 ゴミ。あ、なるほど。用に市が宣伝しといて。おおきに。あ、グーですか。ありがとう。ご苦労様です。ありがとうございます。ええー、な、琵琶湖放送グーってこと。来年はこれのキャッチコピーできる。お店の方が出てきてくれました。どうも、ありがとうございます。あ、そう、お店さん、はい、なんてお店。ブルーローズ、はい、青いバラ、はい、いやー、おしゃれてらるわ。今度また寄るわ。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。頑張ってね。ありがとうございます。すごいな、ブルーローズやって。わしもブラウンローズ、安野さんとかなんかこう茶色のバラ。タックルくんがゴミを発見。そこに綿みたいなゴミが。綿。ここです。あ、綿だけに。え、綿渡すで。はい。はい。ありがとうございます。綿。綿渡し。あ、ついてる。綿渡するわ。綿渡しますね。大丈夫。はい。もう渡したね。はい。綿。綿渡したね。はい。渡った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 。私の綿。お花の先生だそうです。お祭りとかあるときにね、うん、すごい川のところにな、池間の足や。なるほどな。これだからそうやから今割烹着てこれ行きはったん。あ、もうなるほど。ちょっと洗いもしてたやんか。あれもな、洗いもしてたやんか。違う違う違うだよな。お花と関係ないそこはな。そうです、こんなんじゃなくてしよう。ご利益と何これ、ご利益があるの。何これってバーコードやかな。これありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続き行ってきます。行ってきます。ありがとうございます。あれやな、やっぱり歴史ある町っていうか、町並みが残ってあるとこを歩くと、みんながその町を大事にしてるっていうのが分かるな。大切にされてますね。なんや、タックル、はい、わしらしないな、ちゃんと締めのコメントしようと。タックルのディレクターやったら、なんかこうそろそろそういうのとかこう尺とか計算してるのかよ。そろそろもうこれで終わりぐらいかな。終わらへんで。終わらない、終わらないですか、うん、まだまだ。ここから南郷ぐらいまで歩くで、はい、南郷まで。南郷は遠いですね。ここでゴミ拾いタイム。茂みの中のゴミは一度移動させてからキャッチ。はい、こちら。はい、どうぞ。枝の中のゴミも枝をうまく避けてキャッチ。年末ゴミ拾いあんぎゃ、順調かと思いきや。タックル、はい、まさかやけど道迷ってんの。今の背中の向こう何してんの。スマホで調べてるやん。迷子。まあ
お家、うん、地図で場所を確認してテクテク帰ります。そうそう、紅葉も 見納めかな。おお、そうですね、もみじもいい具合にも落ちてきてますね。うん、この日のあんぎゃはこれでおしまい。お疲れ様でした。安のおっさん年末ゴミ拾いあんぎゃ、次はどの町？お楽しみに。